どうも赤ポリンです。今回はアバージョンの入手方法についてです。それでは早速いきましょう。アマージョはこの序盤の方で手に入るアマカジから進化できるポケモンになってます。アマカジ自体の出現場所はマップで言うとこの辺りになってますね。でアマカジはレベルを18以上にするとアママイコに進化します。さらにアママイコを進化させるとアマージョになるんですが、単純なレベルアップだけでは進化しないポケモンになっていまして、しかも野生ではねアマージョは出てこないポケモンになってます。で進化させるにはどうするかというと、条件として踏みつけという技を覚えておく必要があります。踏みつけはレベル28で覚えるノーマル技なので、まだレベルが低くて覚えていない場合はレベルを上げて覚えさせて、技を忘れている状態であればステータス画面から技を思い出す必要があります。でしっかりとねこの踏みつけを覚えている状態でバトルでも雨でもいいのでレベルを上げてあげるとこんな感じで進化します。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。